ヒロリン TV。 はい、どうもヒロです。初のねスライディングインです。はい、ということで今回はこちら、ここフォンかな、ココフォンで合ってるかな、ココフォンという、受話器の、イヤホンでもありマイクでもあるっていう、まあイヤホンっていうことじゃないんだけど、まあ、受話器です。紹介していきたいと思います。はい、ということで、これを詳しく見ていきたいと思います。ココフォンということでね、こういう受話器のような形をしています。で、ここに、パソコン、iPhone みたいなやつと、まあ、Android とかわかんないけど、と携帯にもさせますよっていう書いてますね。おお、全部英語ですね。あ、ふに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 、わかんないです。わかんねえ。全然わかんない。まあこれの絵柄を見ると、まあぶっ刺して電話がかけれるよみたいな感じですね。でこれも対応してますと書いてるのかな。ようわからん。ここフォンということね。まあ多分ここは何でしょうかね、よくわかりません。ということで、まあ全然レビューとならないっていう感じになってますけど、まあ開けてみたいと思います。はい、ということでね、開けていきたいと思います。ポンプンイザドンダフン。あ、バイバイ。あ、やべ、落ちた落ちた、犬のシートに落ちた。はい、ということでね、こういう感じでしょうか。え、もしもし、私はちょっとどうでも、まあ、ちょっとドライバーとかモドワネとかね、一切何もできないんですけど、ボリュームがあります。で、ここはまあ多分受信のボタンですね。ここ受信のボタンです。で、ここが聞くところで、ここが喋るところで、こんな感じですね。 Hello みたいな感じでやる、刺すとこを、なんか探してきたんですけどないんですよね。で、まあパソコンでやろうかなと思ってるんですけど、パソコンが自分の部屋にないんですよ。リビングなんですよ。なので、ちょっと試したいなと思ったんですけど、いや、通話してくれる人いるかなと思うんですけど、いるかな。はい、ということでね、これを使って、スカイプ音声テストのサービスを使って試してみたいと思います。あ、音が聞こえない。あなたの声が再生されます。あ、ですあ、聞こえない。これダメですね、パソコンには対応してないようです。何に対応してるのかなって。あなたの声が正しく再生されれば、スカイプは正常にセットアップされています。はい、じゃあちょっと iPod Touch で試してみます。これはまあ iPod Touch で撮影してるんで、まあすいませんけど試してるとか見れないんで、すいません。ということでちょっと試してみます。はい、ということでね、これを試そうと思ったんですけど、外部マイクとして使えるんじゃないかと思って今から試してと思います。聞こえますか。はい、はい、ごめんなさい、気持ち悪いですね。はい、ということで私今から、はい、ということで、使えてましたね。ということで、今 Amazon のサイトを見ると、
1400円で販売された。ブルー、パープル、ホワイト、イエロー、オレンジ。これオレンジ、あ、イエローかな。これがイエロー、オレンジ、グリーン、スカイブルーと、ピンク、レッド、ローズという、全部で、まあ、種類の、色が選べるということでね。こちらは iPhone や iPad のイヤホン端子に接続するだけで、受話器のように取り扱えます。PC でも使用可能なので、スカイプ通話にも使用できますと書いてるんですけど、なんか俺のパソコンではなんかできないのかなって感じです。カラーも10種類と豊富なインテリアとして大人気な、人気なので、ギフトに最適です。電源不要、ドック接続しながらでも使用可能です。子供用のアクセサリーとしても大変。はい、という感じで、ご紹介していきました。ということで、これは結構便利です。これは使えなかったんですけど、多分他の、パソコンでは使えると思います。iPod Touch とか、マイクが遠くで使えないときはこれが使えば超便利だと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。URL を、Amazon の URL を下に貼っておくんで、ぜひ気になった方はご覧ください。ということで、バイバイ。